2B2 のトーキンリズム&ブルース。タクタクに行ってきたぜ。はい。つうことで。21日。ね。ね。はい。土日ね。はい。タクタクモーデに。うん。行ってきましたよ。行きましたね。年が明けてすぐやれるのも嬉しいね、2days でね。嬉しいね。ここのところ、半年に1回ぐらいのペースで、タクタク行けてるかな。ね。ね。そうだよね。去年は5月に行って、うんうん、で年明けで1月だからね。まあ、やっぱ半年に1回ぐらいのペースで。うんうんうん、そうそうそう。はい。タクタクはほら、ライブをさ、うん、やると、うん、もうライブやって、その日のうちに、うん、次はいつやりますかってさ、そうですね、聞いてくれるんだよね。で今回なんか、うん、あの1日目の本番始まる前に、うん、来年どうですかねっつって年明けてまだライブやってないのにさ、うん、来年の予定なんかどうですかっつってね、もう来年の予定が入りましたからでもね、ね、実は入っちゃったりしましたからね、これも早速楽しみですけど、うん、いやーライブも楽しかったね、いろいろやってね、 2days でタクタクも割と 2days やってる方だけど、そうか、ね、そうかそうか、うんうんうん、ツアーの初日がツアーのセットリストで、そうそうそう、2日目はまあ明けまして28周年ということで、まあ、いろいろなね、出し物がいろいろな出し物が新年の挨拶系のね、書き初めやったりなんかしてね、そうね、面白かったですね。うん、結局だから2日やってすごいいっぱいやったもんね、曲ね、40曲ぐらい、そう、そういうことですね、うん、ね、うん、だなんかよかったなと思って、あの、うん、水島ボス水島さんにも会えたしね、そうですね、お元気そうで変わらずでよかったです ね、 ねえねえ、はい、なんか前会った時よりちょっとなんかふっくらしたというか、なんかね、うん、元気そうだったね、なんかね、うん、うん、いや、よかった、よかった。なんか、はい、2日目にね、見に来てくれましたけど、はい、会えてよかったな、ということで、うん。これはね、2日目の、その、いろいろあった方が、はい、1日目もまあいろいろあったんですけど、うんうん、2日目のいろいろあった方が配信で、うん、29日まで見れるっちゅうから、うん、これは、見た方がいいぜ、っつことで ね、 ね。面白かったですからね。見てほしいですね、これね。いろいろとね。いろいろと見返すと。うん、でも、あの、ほら、今年のスクービードゥも行くぜっていうね。そう、あの、そんな感じですから。うんうん、え、1月中に見とくといいかなっていうことで。はい。なんかあれだね。あの時、そう、だから、うん、タクタクだからっつってさ、うんうん、ちょっとカバーやろうなんつって。うん。で、あの、スペシャルズの、うん、エンジョイ・ユア・セルフ。はい。ね。あれを、その、ボーカルの、うん、テリー・ホールさん、うん、が、昨年亡くなったんだよね。そうですね。うん、で、ちょっと、追悼じゃないけども、うん、なんか、いい曲だし、ちょっとやるか、っつってね。まあ、我々もカバー しましたからね。音楽ね、そうそう、うん。2006年だっつったね、あれね。ね、うん、リコ・ロドリゲスっていうさ、ジャマイカ人のトロンボーン奏者が、スペシャルズに参加したんだよね、その当時。で、そのリコ・ロドリゲスのトリビュートアルバムっていうのが企画されて、で、それで、僕らも呼ばれてね、ちょっとやってくださいよって言われて。で、エンジョイ・ユア・セルフって、プリンス・バスターとかさ、そのジャマイカの、あの、いわゆるジャマイカンソウルシンガーもカバーしたりとかしてて、こう、まあ、スカーなんだよね、曲がね。んちゃ、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 曲なんだけど、俺たちがなぜか、高速ディープファンクアレンジで演奏してるという。あれ、いいんだよね。でもあのアレンジかっこいいんですよ。すごいよね。よくできたなっていう感じですよね。ね。うん、結構あの、まあ、単純な曲ではあるけど。まあ、ちょっと。ほどのね、ブルース進行の曲だから。ねえねえねえ、うん。で、こう、みんなで歌える楽しい曲なんだけど、うん、それをこうさ、いろんな展開を、うん、ワクワクする展開がいっぱい入ってて。ねえ。なかなか良かったですよ。いいですね。ねえ。かっこいいと思う。音源もかっこいいんですよ、あれ。ねえ、かっこいいよね。あの、
リコ・ロドリゲスがね、歌ってくれて、トロンボーンも吹いてくれて。そう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 。ちゃんとレコーディングにも立ち会ったからね、俺らね。トロンボーン。あ、そうだよ、そうだよ。もう。で、あったんだよ、リコ・ロドリゲスにも。ね。君たちのテンポについていくの大変だよっていう。そりゃそうだよね。ね、でも。すっげえ早いからね。で、やっぱりそういうレジェンドのレコーディング風景とか見られて、幸せだよね、俺らもね。ね。あの、リコも今となってもう いないからね、この。そうなんですよ、うん。そうなんですよ。で、なんか、やっぱ、リコ・ロドリゲスの音を出すし、うん、歌もリコ・ロドリゲスの歌だし、みたいなさ。うん、本当になんか、良かったね、あの共演できてね、うん。あれは音源になってるんで、なんか、どっか探せば聞けると思うんですけど。ありますよね。うん。はい。ね。うん、だなんか最近そういう、その、ね、訃報というか、ね、追悼が多いですよね。天国へ旅立たれる方が多くて、うんうん、僕がやっぱびっくりしたのは、高橋幸宏さんがさ、ねえ、ねえ、うん、亡くなって、僕 YMO 好きだったから、うんうん、今でも好きなんですけど、うん、やっぱ坂本龍一さん、細野晴臣さん、高橋幸宏さんってさ、うんうん、そのお三方で、うん、でね、僕なんか去年の秋ぐらいかな、ツアー中だったと思うんだけど、うん、11月ぐらいかな、なんか急に、YMO を聴きたくなって、うんうん、YMO でも、その、いわゆる、こう、大ヒットした、ライディーンとかさ、はい、その、スネークマンションと一緒にやってた時とか、うん、じゃなくて、うん、そのね、解散っていうか、まあ、3回って言うんですけど、YMO、うんうんうん、解散を3回した後に、うん、もう一回、再結成みたいなのするのよ。ああ、はいはいはい。93年とかに。うん、それ僕高校生でさ、その時、うん。で、あ、レコードでしか聴けなかった YMO が再結成するのか、つって、うん。で、再生 YMO っていうなんかさ、うんうん、ちょっとあの、あったね、感じでやって、うんうん。で、アルバムも出すのよ、ニューアルバムも1枚、うんうんうん。テクノドンっていうアルバムも出すんだけど、で、なんかそのアルバムを当時さ、やっぱ発売日に買って、うわ、新譜だっつって。うん、で、聴くんだけど、うん、いわゆるさ、すんげえ完全に新譜なのよ。うんうんうん、要は昔の YMO をちょっとこう焼き直しましたよとか、うん、みんなこういうのを待ってたんでしょっていうんじゃなくて、うんうん、もう3人ともやっぱ現役バリバリの音楽家だから、うん、当時のなんかモードでやるのね、うん、曲を、うんうんうん。新しいのね。うん、そうそう、新しいその当時のこうなんか3人のモードでやるから、うん、一聴して、うん、あれなんか、よくわかんねえな、みたいなさ、うんうんうん。ちょっと肩透かしを食らったような感じになるわけ。あれって、はい。ファンからするとね、うん。そうそうそう。で、なんか最初に先行で出したシングルも、うん、エルビス・プレスリーの、うん、映画のサントラでこう歌ってる曲、ポケットフル・オブ・レインボーって曲なんだけど、うん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 、それを日本語でカバーしたやつとかでさ、うん、やり方がこうなんかすごいクールなんですよ、いちいち。うんうんうん、で、あれなんかよくわかんねえなと思いながら、でも、すっごいさ、買ってさ、うんうん、毎日のように聞くのよ、やっぱり。うんうん、なんだろう、これ。と思ってね。そうそうそう。うん、そしたら、やっぱなんか、すごい好きになっちゃって、そのアルバムが。うんうんうん、でも、なんか、一曲一曲を聞くっていうよりは、うん、12曲ぐらい入ってたのかな、こう、うんうん、全部をドカーンって聞いて、うん、あ、なんかやっぱいいな、でもなんかよくわかんないけどいいな、もう一回聞こうみたいな感じをさ、うんうんうん、延々こうやってて、うん。で、なんかライブも行ったんだよね、その時。うんうん、東京ドームでライブだったんだけど、うんうん、高校野球の夏の大会も近づいてたんだけど、はいはいはい。あの、部活は嘘ついて休みまして。ちょっと歯医者の予約がっつって休みまして。で、東京ドーム行ってさ。うん、で、そのライブもまた、なんかさ、いわゆるほら、もう10年ぶりとか十何年ぶりとかのライブなわけじゃん。うん、だから、じゃあみんなこういうの好きだろうと、ライディーニをやったりとかさ、うんうんうん、あの、往年のヒットナンバーをやりつつの新譜をやりつつみたいな感じかと思ったら、うん、新譜の曲延々やんのよ、ずーっと。あ、うんうん、で、途中1曲ぐらいなんか、ファーストの中に入ってる曲カバーしてたかな。うんうん、だけど、うん、基本全部それなの。あの、東京ドームのでっかい空間で。うんうん、で特に喋りでも、喋るわけでもなく、うん、皆さんお久しぶりですとかでもなく、うんうん、楽しんでねとかでもなく、うん、延々それをやり続けて、うん、あ、なんか、クールってこういうことかなみたいなさ、
これが東京のやり方かみたいなさ、うん、なんかわかんないけど漠然にこう感じて、うんうんうん、で、ああなんかこういうライブもあるんだなみたいな感じがこう残りつつ、で未だになんかあの風景はなんかねちょっとこう、だなんかライブなのに広い東京ドームが広いっていうのもあるし、俺なんかアリーナの席だったんだけど。真ん中ぐらいで、まあ遠いは遠いんだけど、うん、みんな生演奏してるんですよ、ちゃんと。うん、雪広さんはバリバリ全部ドラム叩いてるし、うん、細野さんはベースとシンセベース弾いたり、で、教授はまあ、こう、キーボードでね、いろいろやってて、うん、で、あとまあ多分動機も使ってやってるんだけど、うん、基本生演奏でさ、うん、あ、すごいなんかこう、ひんやりとしたさ、うん、まあ、海底みたいな感じの、なんかこう、うん、空気感が、うん。で、なんかそれ一個覚えてて、うん、あともう一個ね、幸宏さんですごい覚えてるのが、うん、2015年にさ、うん、音玉僕ら出たんですけど、はいはいはい、清水温泉の、うん、あの9月の最初の週にやってたイベントというか、うん、フェスで、うん、野外フェス、うん、で今は5月かな、ゴールデンウィークになったのかな、うんうん、音玉ね、うん、それに、うん、メタファイブが出てたんですよ、はいはい、出てましたね、うん、ね、で、幸宏さんドラムで、うん、コーネリアスの小山田さんとか、はいはいはい、あと、レオ今井くんとかかな、うん、あとマリンさんとか、うんうん、テイトーワさんとか、なんかこう名だたる、そうそうたるメンバーの、こうユニットが出てて、うん、でちょうどさ、僕らが多分終わった後ぐらいの出番だったんだよね、大きい方の。そうそうそう。そうだった。なんか覚えてるね、うん。ねえねえねえ。でさ、ほら、僕らも終わった後にさ、後片付けとかしてさ、うん、楽屋のある方に戻るじゃないですか、うん。で、メインステージの横に楽屋があるんだけど、はいはい、そこでこうなんかちょっとこう、あ、終わったなーつって、なんか、うん、多分ご飯食べたりとかなんかちょっと飲み物飲んだりとかして、はい、したら、あ、メタファイブやってると思って、うんうん、袖に行ってみたんですよ、うん、メタファイブ、うんうん。そしたらもう最後の方で、うん、で、一番最後に、うん、YMO の Q って曲をやったのね。で、それが BGM っていうアルバムに入ってるんですけど、はいはい、その、なんかね、すごいいい曲なんですよ、それが。うんうん、で、それを、こう生でやってるときに、うん、なんかレコードを聴いてるようなこう感じになるっていうか、うんうん、あ、レコードであの聴いてた、うん、幸宏さんの歌と全く同じだっていう感覚になるっていうか、はい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 、わかりますわかります。生なのにね。うん。わかりますよ。で、しかもその風景がさ、うん、横から見てて、なんかそんなに別に晴れてもなくて、ちょっと夕曇りというか、うんうん、灰色にちょっと薄いオレンジが混ざってるようなこう風景なんだけど、はいはいはい。音玉にすごい似合わねえって感じなのよ、なんか。音玉じゃないみたいみたいなさ。屋外でね。なんかそうそう。でも音玉、で、うん、しかない。その感じもすごい良くて、うん、なんかちょっとね、こう、なんだろうな、こう、なんかさ、古いさ、昔から立ってる、こう、なんか、こう、ヨーロッパとかにあるようなさ、うん、なんかそういう古い建物、うん、大聖堂とかさ、うんうん、なんかそういうのを見てる時ってこういう気持ちになるのかな、みたいなさ、うんうんうん、ちょっとまあ感動したんですよ。うん、なんかそういう気持ちになるっていうか。はいはいはい。で、わあ、すごいいい曲と思って、うん、で、Q って BGM っていうアルバムに入ってる曲だと思うんですけど、うんうん、なんかね、すごい、なんか歌詞も英語の曲なんですけど、うん、すごいいい歌詞で後々こう見返してみると、うんうん、なんかこう、全音楽家、うん、ミュージシャン、あるいは音楽を好きな人に向けて鳴らされてるような曲というかさ、うんうん、もちろん幸宏さん自身にも歌ってるのかもしれないけど、はいはいはい、で、なんかね、その風景をすごいなんかずっと覚えてんのよね、うんうんうん、あの時に聞いた音玉の Q すげえ良かったなと思ってね、なるほど、なんか幸宏さんのことを思い出すとそのことを思い出すな、なるほどね。うんうんうん。いい話ですね。いやいやいや。僕もね、今ね、話してて、思い出して、うんうん、ライジングで、うん、鈴木圭一さんとさ、幸宏さん。あ、ビートニクス。ビートニクス。
うんうん、あれ見たことがあって、おうおうおうおお、それよ、確かね、なんか何年か忘れちゃったんだけど、うんうん、お腹のステージで、まあまあ深い時間のステージで、うんうんうん、で、なんかね、その同じ日か前日か忘れちゃったけど、うんうん、なんか山下達郎さんも出てて、ああ、うんうん、で、達郎さんが結構、その、ライジングの話題をかっさらってった年。だったあ、なるほど。メインの方で出てた時かな。メインの方で出てた時かな。うん、うん、最初に出た時かな、そしたら。そうそう、うん。で、なんかそのことをね、MC で二人で。うん、うん。いやいや、なんか向こうじゃ山下くんがどうのこうので。同期だからね。あそこら辺はね。見えたことをね、なんかぼやいて、MC でぼやいて、うんうんうん。なんかそれがすごく面白くて、キュートだなと思ってね。ねえねえ。なるほど、なるほど。うん。なんか、で、ちゃんとスーツ着てさ、かっこいいんだよ、幸宏さんさ、ステージやると。ね、そうだよね。かっこいいんだよね。なんかそういう記憶ありますね。で、達郎さんのバッグなんかでも叩いたりしてるんだよね、幸宏さんもね。親交が仲いいんだもんね。そうそう、うん、シュガーベイブとかの頃からきっと仲良くて。ね、うんうん、なんかやっぱ、こう、いっぱい音源は残ってるじゃないですか。うん、で、幸宏さんのソロとか、音楽殺人っていうソロとかもかっこいいしさ。うん、なんか、いっぱい、たくさんのものを残してくれて、それはなんかこう、嬉しいなというかね、うん、まだまだ聞いちゃうよっていう感じでね、はい、思いましたけれども、はい。うん。そんなわけでね、うん、今週末はいよいよ、ツアーファイナルだぜ、つうことで、はい。エビスリキッドルームで、ドカンとやりますんでね。ね。はい。これはぜひとも、ライブハウスに遊びに来てほしい。はい。ということで、今週はこんな感じかな。はい、それではまた来週。